いやー先生過密でございましてね、もうサッカーぼっちゃくっちゃでございますね。サッカーサッカーゲーム、サッカーサッカーボン、サッカーサッカーね、観戦ね。サッカー実況、サッカー見るわか、サッカー YouTube、 サッカーゲーム、サッカーボンね、サッカー見に行ってね、ずーっとだよな。で、最初にサッカーやろうってだから、何を考えてるのこれね。仕事しなさいよっていう話なんですけどもね、これ。いや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 、ね、話ですけど、気がつけば5月12日ということで、早いね、もう5月中旬、ね、でございますからね。ただこういうのがまあ言っちゃいいんですよね。こうポン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 とね、火をこうなんかサーフィンできてるような感じもいたしますけどもね、うん、本当にまた、うん、そしたらルヴァンカップがやってくるわけですね、そろそろね。そうですね、また盛り上がるね、これね。いやー、そうだね。いろんなエピソードがまた出てくるといいですね、これね。そうですね。今度注目カード何なんですか、今度はね。J3 って全部負けちゃったんだっけ、あれ、琉球、ね、まだ残ってますよ。勝ったもんね。琉球こそセレッソ。富山。そう、富山もね、清水で勝った。そうそうそう。そうだ。はい。どうやるんだっけね。ね、琉球がそのあれでしょ、セレッソで、富山が神戸ですね。ああ、そうですか。あと長野、札幌ですね。富山、神戸、長野、札幌。ああ、そうですか。はい、いや、頑張ってほしいですね。で、それが来週あって。うん、来週、来週。で、今週の水曜は普通に J1 がミッドウィークありと。そうですね。ね、すごいわね。すごい大変です、これね。うん。勝利と女神も大変ですよ、これ。ね、お化粧直しが。休憩室でみんなで横になってね、少女漫画読んでんのにね、お時間ですよ、なんつって、またみたいな、お願いしますよ、なんつって、ボーイさんに言われてね、うん、いや、もうだってもうちょっと聞いてないんだけど、って言って、いや、そんな顔しないで、ね、あら、今日のお肌の調子いいんじゃない、そう、なんつって、なので、いや、やると思ったら行ってきます、いってらっしゃい、なんつって、どこ行くんだよ、勝利の女神。で、何人いいんだよ、勝利の女神ね。そら、試合の数の分ですよ、これね。めちゃくちゃいるな、ね、もう休み取るって言ったじゃ、ちょっとダルバンとか変わったから頼むよっつって、ギャラあげてよねなんつってね、言われるな、ね、蝶ネクタイボーイさんキュッとされて言っときますなんつって、ね、映画のワンシーンみたい、やってるかもしれないですけど ね、 ね、映画のワンシーンではないですね今のは。いや、そうなの、勝利の女神ですから、はい、ですけどもね、いや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 、どうしましょうこれね、今日はね。いや、そうだね、もう今日の夜はね、またミルアカマンデーライブが本アカの方でまたありますので、夜ね、J リーグちょっと話してみて。そうなんですよ、J リーグ今日もね、いっぱい見て、昨日も見てね、土日で見て、これ、今日喋りたいんですけど、これ、マンデーライブ今日の夜撮っとかないとね、あるからね、恥ずかしくなっちゃうから、あ、サブアカでも言ってたな、みたいなね。そうだね、たまにコメントもあるからですね。ただ、ゴラッソすごかったですね、これは。かったね、なんか、ボレーシュートの日かなんかですか、今日5月12日は。なんかあとボール変わったのかなって思うぐらいに決まったもん ね。ボレーシュートの日に認定していいんじゃないですか、うん、ねえ、本当だってボール変わったのかな、本当ね。いや、本当思ったわ。綺麗なのがパコン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 って決まってましたね。松木くん、黄色いユニフォーム。いや、松木くんって言っちゃったらもうサブちゃんで一緒になっちゃうから。いいだろう。いいだろう。みんな分かってるから。青黒とかね、黄色の方とか。一緒だろ、もう。ねえ。もう、今野さんなんてもうね、言ったけどもね。言っただろ、今自分で。ドラゴンボールみたいな動きでしたよね。いやー、すごかったね。僕と、あとは、何ですか、トスのセンターバックのね、なんだっけ。田代さん、もうピッコロ大魔王と、あれでしょう。孫悟空みたいな感じでしたでしょうね。あ、すごい。ちょっとわかんないけど、俺はね。何の話かは。勉強してくれ。それは聖徳太子と小野妹子みたいなもんだから、もう日本人ならそれ勉強してくれ、本当に。しょうがないよ。確かに俺もなんかね、全然わかんないもん、その先生の世代のやつね、わかんない。そうだね、これはね。これは申し訳ない。ジジイの悪いとこ出た、これは。ね、ところ申し訳ない。いやー、そうですね、はい、そういうことですね、うん、なんか海外籍みたいなのがぼちぼちで出てきてね、もうね、ちょっとオッソも出てるかなと思いますけど、ムバッペの話がね、レアル行くんじゃないかってのが出てきて、でやっぱりこうサッカーチーム基本的にこうストライカーから作るみたいなね、そういう話もあったりしますから、ムバッペがやっぱ移動してるってことはパリ・サンジェルマンがね作るんですね、うん、仏作って魂入れずでいいんですか、屋根から作りますか、お家っていうのはね、先生ね、土地も買ってないのに
ね、屋根の風緑から作りますか、どうですか、ね、まあでもね、人気あるからね、ユニフォーム売れるしね、これね。まあ、もちろん土台がしっかりしてるチームが前提で奪い合うってことなんですか。なんか結構ね、まずまあ、今日の朝かな、出てるその遺跡の動画では、正直パリに関してはムバッペが出るよってことしか言わなかったんですけど、ナバスとかも実は満了でして。ゴールキーパーね、あのコスタリカ。ああ、そうか。そう、だから控えキーパーがちょっと減るよってのと、あとね、もう数人出るんですよ。パリ。そう、パリ。だからね、結構、いわゆるベテラン格というか、その中軸クラスが結構入れ替わるので。でもなんか資産、資本的なことっていうのは別に目減りしてるわけじゃないんでしょう。ないですね。じゃあ、ただ単に満了とか。今一番ね。パリが取りそうな、その世界のビッグネームっていうのはね。いやだからね、本当まあ朝に出た明日動画もあるけど、なんかこれからちょっといろいろ選定ゆっくり決めていくみたいですよ。アルナスルにあの、なんだっけ、ブロゾビッチが行ったんだっけ。あ、行ったね、行ったね。ね、おそう、それ聞きましたけどね。あったね。あとでもだからなんかちょっとまことしやかなというか、なんか中東からちょこちょこやっぱりヨーロッパに戻ってくんじゃないかって話もあってね。もうちょっと稼いらしいか。そう稼いだからもう近所に引っ越してこようよと。やっぱりヨーロッパがええわと。ね。そうなんですよね。はあ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 、マネとかの超えてくんじゃないかって話が。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。まあ、ヘンダーソンもね、もうあのアヤックスから帰ってきてるとかっていうのもあったりするし、だから、まあ、ちょこちょこそういうケースはあるんだろうなっていうのもありますけどね。アルヒラル組とかね、やっぱり中東でもその今回また今年も優勝しましたから、リーグ。まあこのまま残ったりする人多いのかな、チームとしてもうまくいってそうだなってのもあるんで、結局でもめちゃめちゃ金使っても ACL も何も取れなかったじゃないですかね。そうなんだよね。ね、マリノスとやるとこまでも来れなかったじゃないですかね。そうなんだよね。RIの方が良くなっちゃったもんね、今年。あれじゃない、怒られんじゃない、株主総会で。何考えてるんだねっつって。いや、怒られるだろうな。せめて、あれでしょう、この中東で優勝しなきゃダメでしょ、こと、UAE の何負けたっつって。ね、アイーンって言ってんじゃないの、ね、社長が、アイーンって。まあでも来年か。最終、まあね、最終、ね、ホーム最終戦のセレモニーで怒られてます、続きまして、アルナスル GM、ね、アブドゥル、なんとかジャマールのご挨拶です。で、マイクのスイッチで一回ピーってなって。って体育祭か、咳払いして、って言ったらね、あのゴール裏からブワーって言われて、必死、今シーズン、必死にやってきましたがって、下でロナウドがね、後ろでジャケット着て、テイクンなままね、あの下向いてね、あのジャージ、夏かいつもあっち、そのジャケット着ないから、ね、ブワーやってまいりましたが、力及ばず、ブワーこういうことになってしまいましたみたいな、何かね、サウジにはね、それね。あんま聞かないよね、そういうのね。どうなん、あれ僕嫌いなんだけど、日本のあの文化も。なんか好きじゃないけどね、俺あれは。まあ、ちょっとわかる。それはないってことですか。そうだよね。まあ、観客問題とか、ね、でもやっぱり、あれでしょ、はい、ACL を勝つためにってことなんでしょ、結局。いやどうだろう。違うの？いや、まず僕、アルヒラルに関しては。ACL 勝つ以外に何の目標があるの、あれ。だって、今年に関しては、アルヒラル、ACL 勝とうが勝つ前があんまり関係なかったですからね、思えば。いや、だから、その話ですよ。いや、そうなんだけど、ヒラルだけは違くて、ナスルとかはそうだよねって話、ね、そうでしょ、そうでしょ。ヒラルはもう、じゃあもう、権利取ってるから、優勝しても多分そんなに何も変わんないと思うんで、つまり CWC を中東から取りたいっていうこと言ってんの。順番通りに話したか、みんなは分かってるんですか、それは。なんで俺が言われなきゃいけない、より丁寧にやろうとした方が。雑にやれ、雑にやれ、ブー人来なくなると思ったら雑にやる気あんのか、ブーやる気あんのかとかね、勝つ気あんのか、あんな失礼な言葉ないですよね。ないね。あれは、な、ね。できれば変えてほしいな、そういうのな。よくない、あれは。ね、そうですよ。いやー、ね、でもそうだね。やっぱマリノスの第2戦、アウェイですね、これは。そうだね。勝ってほしいですね、これはね。これはもうみんなで行きましょう。ですね。HIS ツアーでね。出てってくれませんかね、自民党の金でね。
ね、自民党かなんか分かりませんけども、こうあの海外視察とかで、ねね、行くお金を全部こっちに回してくれませんか。ね、そしたら入れちゃうかもな。ね、ダメですか。ダメなんですか。ダメだろうね。それはね、きっとね。そうか。うーん、なんか今こそあれじゃない、なんか企業がお金使ってね、これ株上げる時じゃないのこれ。いやー、そんな感じするけどな。ね、どうなんでしょう。そうだね、うん、でもなんかマリノスばっかりやウラッツばっかり強くなっちゃうとあれだから、負ければいいのにとか言ってる人もいるらしいですね、まあね、これは違うぞ。何をおっしゃってるの。これだから分かりやすく例えましょう、うん、これは例えね。だから出稼ぎのお父さんみたいなもんなんだって言ってるじゃないですかね。そうだよな。家の稼ぎが増えるからお小遣いとかも増えるわけでしょ。そうだ、ね、家の旅行も行けるわけでしょ、家族として。お父さんが外で出世するからでしょ。う、ね、うん、ね、これ例えとして合ってんのかな。お父さん負けろ、お父さん働くに違うな、ちょっと違う気がするな。ね、聞いては J リーグのね、うん、あのじゅんぐりじゅんぐりいろいろしていくわけですから、これはね、うんうん、まあ、そうです。あのあれか、純粋に J リーグで勝ちたいっていうことですか。まあそうだと思うよね、うんうんうん、だとは思うけども、でもあれでしょ、ドラゴンボール理論でいきましょうよね先生ね。やっぱオラもっと強いやつと戦いてえとね、強いやつがどんどん来るからオラも強くなるんだと、うんうんうん、ああそれはあるな、勝った方でやった方がいいじゃないですかね。ね、オラ勝ちてえからみんな弱くなればいいのになんて、どうですかそれ。それは結果的にもう負けちゃう理論になっちゃいますから ね、 ね、なんか他力本願ですよね。うーん、自分でだって戦ってんでしょ、一緒に一緒に戦ってる相手弱いやつがいいんですか、ね、なのに結果悪いとブーなんですか。なんやそれね、ちょっと怒られるのあんまり言うとこれね。いやでもちょっとそんなおかしいこと言ってない気がするけどね。そうだね、どん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 みんな頑張って強くなりましょうよって、こい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 負けるわけないっつってね。そうだね、そう、それいいじゃないですか、ね、あ、それこそ本当ね、誰に転がってくるか分かんない100億円っていうところ、やっぱ日本がやっぱそれを掴んでおくって、やっぱりそれ以上に重要なことないからね、うん、金銭面で言ってもね、うん、もうちょっと誰かに、あとちょっと誰かに怒られると嫌なんで、ええ、どうですか。まあいろんな意見があると思いますけどね。いやでもそれで R1 に持ってかれたら終わりだよ。そうだね、今ブーでいいですよ。それだけはそうだわ。 今ブーでいいですよ。ね、いろんな考え方がねあんのかな、わかんないけど、ね、まあ、いろんなね人がいていいじゃないそれはね。確かに何が正しいなんてないよ、まあね、これはこの世の中は ね、うん、確かにそうだ。なんか今 R1 の日程見てたら、これだからどうなってんだこれ、なんかね、はい、次のマリノス戦との間に5試合入ってんですけど、アルワイン。ええ、いや、ありえないな。同じ時間帯のもの試合とかも1個あるから。なんでリーグ戦、これあれだろ、延期になってんでしょ、リーグ戦がだからね。あ、要はその ACL によって。あ、じゃあそこもまた延期するでしょ、言ったら。もう決勝進出してるから。うん、ね、1試合ぐらいやるかもしれないけどね、調整のためにもというか。一緒に試合はね。うん、それとも向こうは今ゴールデンウィークで書き入れ時で頑張ってんのかね。頑張ってんかな、ね、どうなんだろう、ね、日本ほどお客さん入ってないから何回もやんなきゃいけないみたいな、何回もして、ね、駅前アルワイン駅の前でチラシ配ってんのかな、ね、子供の日のね水風船を配りますみたいな、お願いしますってね。そうやな、キックターゲットもありますって駅前で言ってる。あ、僕選手もやっててねなんつってね、うんうん、サインとかやってるのがね、ね、なんかそういうことやってることも知りたいけどね、やっぱね、中東の方ととかも、ね、やってるわけないし、聞いたことない、いやないわ、分かってるけど、ね、なんかそういうのやってないのかなちょっと思っちゃうよね。僕から商店街ガラガラって、おばちゃんこれあのポスターなんだけど貼ってくれ、え、何ですか、ああの僕らサッカー、ああそう、ああ、あるアインですみたいなことやろうとしてたのにね。そんな本当の実写のカメラ当てるようなこと言わないでくださいよ、ファンなしが始まってんのじゃねえか、そんなわけないじゃないですか。聞きたいだろ、知りたいだろ、うちのどうなるかなって、本当にあるかどうかなんてない前提で喋ってんだ、あるわけないから言ってんですよ、そんな。暑いのに駅前だからこそ知りたいだろ、こっちだって、暑いんだから駅前立ってないでしょこれ。わかんない、あるかもしんないよ。そうだから何やってんのかね、うん、ちょっと知りたいよね、もしやってる場合に。あるわいに師匠で、はい、夢事業を始めたいと思いますっ
って。あーいいね、大人になって一番忘れちゃいけないことは夢、それ以上に駆け引きですね。後半60分疲れたら倒れるんですね、うん、倒れて、心配されてる間仲間みんな休めるでしょうね。あとは VAR 時代大事なの、相手が上げた肘に向かって顔をぶつけていくことです。いいですかね。こう駆け引きがあれば相手をレッドカードで追いやることができるんですね。皆さんも立派なサッカー選手になってください。母校の皆さんだから頑張ってほしいです。ありがとうございました。あとアルワインの CM 来てね、誰が応援するか会社に僕はボール使ってくれて、そんな汚くなかったね、ごめんね、アルワイン、そのごめん、なんかいろんなね、アジアカップのストレスとかとね、なんかこう一緒に考えちゃってごめんなさいね、別にそんなね、アルワインでもなちゃんとしてたよね。そうだね、そうだね、まあちょっと休み日だったけどね、ごめんね。あれはでもなんでクレスポが買えなかったんだってのもね、あれね、そうですね、ちなみにもうその子3つ日程だからじゃ、リーグ戦やったからじゃないアホか。なんかね、アルナスル戦とあとアルヒラル戦かな、はい、もういわゆるアウェーは負けてんすよね、確か負けだか引き分けだか勝ってないんで、リーグ戦、リーグ戦違うか、ACL 違う国だから、ね、だから、ACL 戦った時にはなんか勝ってなくて、だからホームでずっと勝ってんすよ、うん、ACL、うん、まあやっぱそうなのかね、だから1点差ぐらいだったら別に構わないっていうのもあったのかなとちょっと思って、うん、ああそうか、うん、構わないっつったってね、間日にちあんだからね、そうなんだよね、引き分けて帰った方がいいよね絶対ね苦虫噛みつぶしたような顔してたよクレスポね、どこなんだろうなと思ったけどね、まあちょっとね、はいはい、まあそのマリノスは、そのね、次またアルワイと戦うまでには、うん、今週水曜日の新潟戦と週末の FC 東京戦やって、うん、中東行って、うん、2週間後戦って、うん、まあ、そっからが大変でね、うん、帰ってきてすぐ、うん、またその週のミッドウィーク、うん、今度柏レイソル戦ですか、うん、ああそうそう、それは今ちょっと考えなくていいんじゃない、考えなくていいと思うけどね、やっぱりアジアチャンピオンになることが一番大事だからねそうだね、ああそれそれそうじゃない、まずね、うん、うん、だきっと打ち上げできないんだろうなと思ってね、彼女ちょっとまずね、ディズニーランド行ってキスすることが大事です、うん、その夜、まあ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 、まあ、ね、その引き出物のこと考える、初デートで考えないでしょ、こんなに開いてないだろう柏ってくらいだったら余裕で考えてるだろ、絶対、そうかそうか、でもほらやっぱ重要度というかね、いやそういや、でもだからまずこれほら、去年のこと覚えてるって、浦和ほら優勝したでしょ、はい、これACL で、はい、でほら当時 のスコルジャーさん含むコーチの方々とか言ってたけど、いわゆるそういう祝賀会とかもやらずにみんな普通にお家帰って2日後の鳥栖戦迎えたっていう、うん、ああまあそれはね、うん、だけどそれじゃないとホームでやる場合でもそれでカツカツの日程だったのに、今回マネさんアウェー行った上でだから、うん、ああそうか、うん、ああまあまあいい、そうそう、まあ、やばいよ、あでも頑張れんじゃない、やっぱりこうチャンピオンとしてね、いやそうだね、ああああ、俺はね、これどこでも報道されないけどね、うんうん、なんでカップっていうのはね、もらえるかっていうことなんです、先生。ああ、ええ。なんでしょう。これは私、これなんかで聞いたことあるんですけどね。多少都市伝説で、昔、戦いにおいてですね、うん、これちょっとまあ、げんなりする話ですけど、うん、戦争で勝った、ね、大将の首を取って頭蓋骨で酒を飲んだらしいんですよ。うん、ああ、なんか話あるよね、それね。そういうことなんですよ、うん、カップもらうっていうのは。ああ。だから、多分終わった夜は、ホテルであのカップにね、酒注いで飲んでるはずなんです、みんなで。こんなことしちゃったりして、なんつって。ね？わかります？先生、ね。そういうもんなんです。あれ、誰も言わないしね。しないですけど。もうメッシなんて何度もビッグイヤーで酒飲んでますよ。酔っ払ってフラフラしながらホテルのトイレ行きながらね、ダチャンピオーンなんて、お、ピケ。あ、ピケ、なんで、みんなで飲んでんのに。俺もう寝てたんだよな、うるせえな、お前ら。なんつって。なんだ、ピケ、飲んでるよ、みんな。なんつってね。どんどんどん、うるせえな。ちょっと、あ、座れ、すんこしてんのか、お前ら。なんつって。ザチャンピオンなんつって、あ、戻ってこいなんつって。居酒屋か。笑ってんのかお前なんつって。そうそうそう、ビッグイヤーでみんなでね、ペップと飲んでたんじゃないあれ、違うの、ね、ないだろう。ちゃんと返すときは、じゃあ、きれいに拭いて、きれいに拭いてやってるよ。
洗ってくれた人ありがとう、そういうもんじゃないの、ね、そういうもんじゃないだろ。これあの大変なのシャーレの時よね。あ、シャーレね、シャーレの時はサラダを食べてますみんなで、ね、乗せてね、シャーレは分かんないけどあれじゃない、相手の盾を取ってね、うん、そこそれで鍋でも食ったんじゃないかな、かつて。だから鹿島なんて見に行くとね、あのちょっとあのこう、うん、宝物館見てとか、宝物館違うの、記念塔みたいなね、あの獲得したシャーレとかカップとかいっぱい置いたとかあるわけですよ、はい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 、鹿島のスタジアムの横のね建物、はい、中の建物かな、うんうん、だからこれも一回も報道されてないけど、何回あのシャーレでもつ煮込みを煮てきたかね、まあ、一晩だけですよ、優勝して夜だけ。もう秋田豊さんから、ね、うんうん、中田浩二さんからビスマルクまでね、な、もううますぎてビスマルク、かがみ込んで、こめかみつねってんだから、もつ煮込みが、シャーレで食うもつ煮込みが、ね、格別だな、なんつって、ビスマルクポーズです、そっから生まれたって話もあるからね、あれね。うまーって。ね、一回謝っとこうか、一緒に謝ってくれる、もちろんもちろん、どうもすいませんでした、すいませんでした、何にだよ、別に別に胸張れるよね、ファンタジーファンタジーですもんね、そうだね、ああそうって、いやいや、だからそういうことを、うん、なんてこんな話になった、わかんないね、カップのところだったからね、なんだっけね、なんでこんな話だったと、なんでだっけね、ちょっとわかんなくなっちゃったけどねまあそんなこんなで、ね、あ、それはまたリーグだから、うん、優勝したらもうお相撲みたいにあの杯で飲もうよ、もうね、あ、鏡割りしよう、ね、鏡割りね、あこーんって割ってさね、ひしゃくですすね、でっかいので横綱みたいに飲もうよね、それでいいじゃん、なんか、ね、俺さ、まず俺今までちょっと、はい、あの疑問に思ってたんですけど、うんうん、そういえばあれお酒飲んでるじゃないですか、うん、そのお相撲さん、はいはいはい、夜下校のことはいなかったんですかね、一滴も飲めませんぐらいの人いたっておかしくないじゃないですか、そう確かにね、うん、あれはでも慎んでお受けしないとダメなんじゃないですか、分かんないです、あ、それはそうか、分かんない、いつかもしかしたら時代変わるのか、まあでもあれじゃ別に酒飲んでないかもしれないじゃない、あれはあれ、あ、そうか、酒って言いながら水だけ人もいたのか、いるんじゃないかな、多分、ね、そうかそうかそうか、でもお相撲さんって飲むらしいよ、そうなんだ、お相撲さんはまあ飲むし、まあ歌うまいし、まあ喋り面白いお相撲さんっていうのはだって自らスポンサー営業してるんだから、あ、そうなのか、だってあの地方の巡業なんて毎晩そうですよ、ほぼあのスポンサーさんっていうか、だから谷町さんですよね、地方の名士ですよ、はあ、おい、なんとかの富士行くぞなんて言って、あ、ごっちゃんすって、それではごっちゃんですって言うんですよ、だからペット食べに行って相撲取り連れ回してんだっていうのがあの一個のステータスなわけでしょ、でその部屋にはすごい、そういうことだからもうなんていうのかな、可愛いんですよ、うん、リアクションとかも、まあ、芸人さんよりも歴史のある芸人さんたちなんですよ、あ、そうだからそのカルチャーも引き継がれてるし、やっぱすごい、うん、ゲラですし、おもろいツッコミをするんですよ、びっくりしました、もう一回お相撲さんのある部屋の方々と飲んだ時、そうなんだ、でね、あの可愛いのやっぱりその居住まいがあの可愛さの強さを知ってるんですね、やっぱすごいです、可愛がられ力と強さの強さ、そうなんだ、ね、だと思いましたね、僕なりにね、あれはね、あ、すごいです、面白い、だから歌とかは一個歌えないといけないし、酒とかも飲めなくても今は違うと思うけど、飲めるように、うん、飲めるようにしたんじゃないの、なるほどな、ね、勉強になったわ、でもだから昔よくあったんですよ、うん、テレビでもあのお相撲さんの歌謡大会みたいな、うん、あ、そうなの、誰が見んねんと思って見てましたけどうまいとか言ってます、確かにあの声がねちゃんと、うんうん、あれですけど、うまいでも、まあ、うまいけど誰が見んねんと思って見てましたけど見とるやないか、でもやってるからやってるからさそうかそうか、お相撲さんとプロ野球選手の対抗戦とかやってました、あのカラオケの誰が見んねんこれと思って見てました見とるな家族で見れるね内容でございました、やってましたよ
やっぱ巨人の選手とかうまいんですよ。あ、ね、そうなんだ。うまいというか、なんかわかんないですけど。でもそこもそうなんだろう、似たようなもんだろうな。そうでしょうな、そうでしょうな。あ、やっぱりこう、スポンサーの、おい、ちょっとね、うん、一曲だってよ、あだすとかあるもんだって、やっぱね。あるのか。そうそうでしょ、それは。いや、大変だな。ああ、これ大変って言ってない人は多分慣れないな、そういうところな。きっとな。佐藤君。佐藤君ちょっと飲み行こうよとか、はい、絶対やれって返すもん現代っ子、拒否しますもんね。佐藤富士行こうよって言われたらどうすんのこれ、帰ってパワポ作らなきゃいけないんでやむなしやむなし今どうか分かんないですけど ね、 これね。まあそうだね。ああでもそういう風に回ってる業界もあるでしょ、やっぱね。まあそうでしょうね。応援してもらわないことにはだってね。そうだよね、うん、成り立たないってか。そうだもんね、厳しいもんね。まずだってめちゃめちゃ食うんだからお米とかもいっぱい積んでもらわないとさ。だってそうだね、めちゃめちゃ食うんだから。そうそうでしょう、ね、そうだよな、うん、まあそのあたりもネットフリックスサンクチュアリにもよく描かれてますけどね、うん、ええ、あのお相撲のやつね。お相撲のやつ見てください、これはね。だそうでーすネットフリックス入ってないから、ね、やばい、ね、長くなっちゃったねこれね。やめましょう。終わりましょう。またね、今日皆さんの夜に21時からマンデラビやりますので、よろしくお願いします。すいません、聞いていただいてありがとうございました、はい、全部台本で先生が書いた、ね、すいません、なんか文句ありましたら、先生のパワポーで作った台本で、私はあの両銃を脇腹に突きつけられながらもう泣く泣く演じた26分間でございました、ね、どうしても嫌われたくないんだね大地に媚び天におもねる男チャンマーでございました、ね、台本を書いた男でした。いや、ありがとうございます。怖かった、怖かった、助けて。また夜に。ありがとうございました。